はい、お部屋に着きました。ホテルにしてはね、珍しく、押して開けるんじゃなくて、引いて開けるタイプのドアです。これちょっと一瞬びっくりしたんですけども、もう荷物を置いてるのは実はこれ2度目の鳥です。一旦部屋に入ってね、部屋を一旦見てから、こうやって今ルームツアーをしてるんですけども、ベッドはねこうやって一つの、キングサイズのベッドになっております。こちらが寝室です。枕はね4つあります。これ、幅2メートルくらいあるのかな、結構ね大きいキングサイズのベッドっていうふうなことを、フロントの人は言ってました。でお部屋にはねこうやって各こういった、エアコンがあります。ちゃんとねこういったね、エアコンのこうやってリモコンもあるので、こうやってね各自でね調節が、することができます。で枕元にはこうやって内線がありまして、フロントのに電話をすることができます。でこっち見るとね、部屋のソファーとテーブルで、右側、左側か、空気清浄機もあります。でここクローゼットです。クローゼット開けると、はい、ハンガーめっちゃありますよね。2、4、6、8、10、14本あります。すごい長期滞在用ですね。で、清水化このスプレーと、スリッパが、2足あります。でこちら、はい、お部屋の金庫、セーフティーボックスと、ランドリーの伝票と、こう引き出しにはね各、何も入ってないんですけども、ここにパジャマが、入っております。でベッドからねちょうど、ね、向かい側、こちらにはねこうやってテレビがあります。でテーブルでねお仕事できるようにこうやってねコンセント、こういったのコンセントもあります。ここには USB が2つあって、ここコンセント海外の方もね、使えるようにマルチタイプになっております。ここは引き出し開けるとなんかすごい目がチカチカしますけど、物を入れることができます。はい、でここがね、ミネラルウォーターかな、2本、これフリーの、水が2本あります。ここね今キッチンマリオを見てるんですけれども、ここ、これですね、あのガスコンロじゃなくて電気コンロになっております。こうやって電源入れると、ちゃんとねこういったふうに、スイッチも入れることができます。これ iPad です。これ iPad なんだろうね、これ何するんだろう。iPad っていうのはタブレットですね、なんかこうあります。でここがおっと、これお湯沸かすことができます。ここがね洗面台ですね、シンク、お水出すことができて、まな板と布巾、ここにはねハサミとナイフ包丁ですね、こういったのもあります。ここには、洗剤、食器洗剤とスポンジもあります。ここちょっと見てみましょうか。消毒済みということで開けることができます。はい、お皿、グラス類、あと、これなんだろう、マグカップですね、こういったコーヒーカップとか、数々の、食器類などが、こうやって置いてあります。基本的にねこれ2セットずつ入ってるようですね。でこっちも開けることができます。はい、こうか、こういったのもここにもなんかいろいろあります。これはそのボールとか、こういった茶碗なんかもあって、でご飯を食べることができます。下見ていきましょう。下見ると、こうやって調理器具 と、ご飯炊く、炊飯器もありますね。ここも
も開くのかな、消毒済みってなってるから開くはずなんですけど、はい、ここにはねカトラリー類があります。スプーンやらフォークやらナイフやら箸もありますね。しゃもじもあるのでここでね十分長期滞在をすることができます。で下見るとこれが食洗機ですね。ここに、はい、入れて洗うことができます。はい、食洗機用のタブレットがあるのでここで、まあ、フロントに言えば何か持ってきてくれるんだと思います。はい、こんな感じになってます。はい、こちらがね冷蔵庫になってまして、家庭用の冷蔵庫、大型冷蔵庫がこうやっていっぱい普通にあります。はい、中身は当然からですね。でここがね、氷作るための、水入れるやつですかね。こちらが、冷凍庫ですね。ここも冷凍で、こっちがね氷入れたりとか、そう氷が溜まるところで、こちら製氷、野菜室ですね。1,2,3,4,5、5個扉があって、なんかもう家庭用の冷蔵庫、大型冷蔵庫をそのまま1台、ここに置いてるので、まあね、長期滞在のお客様とかも、まあ、いいんですけど、なんか、ね、掃除する人これ大変ですよね。毎日毎日ね一泊の人がいるとね、掃除する人が大変で、まあ、細かくね、やってて大変かなと、まあ、ちょっとなんかそういうふうに思ったりしました。はい、こっちにも調理器具があって、フライパンやら鍋やら、こういったのも揃っております。はい、こっちは空洞ですね。で後ろを振り向くと、はい、トースト、パン焼く、機械ですね、トースター。あとここ、お茶を飲むポット、急須ですね、湯飲み茶碗など、あとここ紅茶があります。あとこちらに煎茶もあって、砂糖もあります。あとこちらが電子レンジです。こちらはコーヒーマシーンですね。コーヒーマシンでコーヒー入れることができます。で続いて水回りを見ていきましょう。はい、右方向を見るとお風呂です。はい、バスタブもね、一人で入るには十分な広さだと思います。はい、洗面器と、お酢、お風呂、椅子もあります。はい、こんな感じになってます。続きまして、こちら洗面台です。これは石鹸です。で、コップが2つあって、こちら歯ブラシと、ヒゲ剃り、あとこれなんでしょうね。はい、シャンプーとかそういった、髪の毛洗ったりとかするようですね。あと体洗う石鹸とかもあります。おっと、この辺こう崩れちゃうのはね、なんかもうダメですよね、いけてない。でこっちはトイレ、お手洗いです。でトイレの隣にはね、こういった、洗濯機もあります。乾燥することもできますし、こうやって1回分の洗剤があります。こっちにはね、アイロンがあるので、こちらもね、衣類の中に、アイロンかけることができます。で続きまして、お待たせしました、バルコニー見ていきましょう。お部屋はね48階なんですけども、バルコニーにね備品とか持っていくことができないんで、ここから外を見ましょう。はい、お部屋からはこうして、ランドマークタワーや、クイーンズの、ビルを見ることができます。でちょうどね下に目をやると、はい、これね横浜エアキャビンですね。去年の4月に、開業した桜木町の駅から出てる、ロープウェイです。でこちらが、JR の桜木町駅となっております。今
ちょうどね、夕方4時前なので、まあ、西日っていうか、まあ、そろそろね夕日の時間なので、こちらから太陽が入ってきて眩しくなってます。はい、ごちそうさまでした。もうお腹いっぱいです。普通ね、ホテルとか泊まるとね、まあ、ホテルの中で食べたりとか外行ったりとかするんですけども、こういうサービスアパートメント的なホテルだとね、こういう部屋の中でね、買い物行って自炊してっていうのも、まあ、日常なんだけど非日常的なこうところでやるっていうのもまだね、楽しみかなと思っています。でね、洗い物をこうやってしてたんですけれども、実は、お茶碗割ってしまいました。落っことして、ここにね、床に落っことしてこう割ってしまったんですけども、もちろんね、これフロントの人にはね、すぐ電話して、すいません割っちゃいましたってこと言ったので、まあ、一応大丈夫ということで、これとりあえずね、避けておいて、まあ、怪我はなくて、全然大丈夫です。いや、なんかなんかね、ここが ね、 こうね、食器の置き場がね、ちょっとね、こう若干ちっちゃくてっていうか狭くてね、まあ、いろいろこう中でこう洗い物終わった後にね、中のここの整理をしてたらね、お茶碗がね、飛んでしまったというか、それで滑らせて落っこっちゃったということです。でもね、タブレットなんですけども、ここちょっとね、部屋番号と名前書いてるんで、ちょっとここ指で隠すんですけども、こういったものね、アメニティとかこういったものもね、でこういったタブレットで注文できるようですね。フロントにね、電話しなくてもいいので、すごい便利かなと思います。で、こうやってね、グリーンティー無料、バス、マット無料とか、シャンプー無料とか、まあ、無料のものがね、結構いろいろあるので、これでね、見ながら、注文できるのかなと思います。
はい、こちら今ね、港未来、ランドマークタワー方向のね、夜景になります。現在の時刻がね、夜の10時くらいなんですけれども、これね、バルコニーにね、備品とか、飲み物、食べ物を持って出ることができないので、ちょっとね、お部屋の中、ギリギリのところにいて、そこから、ベランダ、外に向けて、撮ってるんですけれども、いつもの光景ではあるんですが、プライベートでこういうところで泊まるとね、やっぱりね、いつもと違った光景が見えてね、いいなと思います。もう夜の12時過ぎたんで、もうそろそろ寝ようかなと思います。明日はね、ちょっと朝ちょっと早く起きて出かけるところがあるんで、今日はこの辺で失礼します。おやすみなさい。はい、おはようございます。現在の時刻が朝8時過ぎたところです。想像以上に寝てしまいました。7時には起きたかったんですけれども、目が覚めたら8時ということで、早速風呂入ってきて、これからね、ちょっと朝食を、食べに行きたいなというところなんですけれども、はい、みなとみらいの朝8時過ぎの光景です。今日ね、平日だったっけな、水曜日だったかな、ということで平日なんで、桜木町の駅の方を見ると、はい、多くの人が、通勤で、いるようです。向こう、ランドマークとかマクイズ、クイーンズの方を見ると、やっぱりね、人が多く見えます。ちょっと見えるかどうかね、ちょっとわからないんですけども、こちらからは肉眼では、ちゃんと見ることができます。早速ね、着替えてこれから朝ごはん食べに行こうと思います。